はい、これで何新年をこの部屋で過ごしたいと思います。こんにちは。こんにちは。アウです。今日はね、12月31日、大晦日でございます。はい。何してんねんってね。まあサムネ見たらわかんねんけどね。そうなんです。2021年やり残したこと皆さんないですか？僕はあるんです。あるんです。トピレン買ってツーリングしてね、 SSTR も出て、SSTR も出てね。充実した一年でした。ただね、キャンプ好きの僕が一回しかキャンプに行けてないっていうのは心残りということで、やります。何ていうのがいいかな。キャンパスデイズはパクリになるんで、アウグキャンプ第1回 FJ キャンプこんなみんなかっこいいね、名前か作んの。南大阪、サウス大阪、大阪 FJC やろ。勝手に京都支部作りました。第1回 FJ キャンプ、この間遠足っていうのもすごくいいなと思って、お泊まり会は旅館やな、旅館とかホテルとかっていうイメージ。やっぱりキャンプはキャンプやな。あ、札幌のあのステッカー可愛かった。冬キャンプの経験値としてはゼロに近いかもしれないですけど、年明けね、確かにあれね、およそ150m 先右方向です。年明け1月や、1月に、お、前から FJ が、前から FJ が、お、こんにちは、こんにちは、かっこいい。こんにちは、女の人が産んでした。私はね、そんなにね厳しくなかったんで、野営とかね結構やってたことがあるんですけど、京都で有名ななんとか京ってあるでしょ、トロッコ列車が走ってるところです。はい、あそこの、まあ、知ってることはご存知な方はいると思うんですけど、あそこってあのトロッコ列車が走って一旦ね、鉄橋のところでトロッコ列車止まるんですよ。で、川のね風景、いわゆる風景をね、トロッコ乗ってる人たちが楽しむんですけど、ちょうどその鉄橋の下らへんがで僕キャンプ何度かしてるんです。してたんです。今はきっとやったらダメです。はい、ダメですけど、昔はそういうことしてまして、
そう1月にね昔やったんですよ、あの普通のね夏用の懐かしいなロゴスの3人用ぐらいのテントを担いで山入って野営したんです。ただね、あの防寒って言ったら寝袋だけですよフリース着てたんちゃうかな、日中あったかいんであんま気にしてなかった。冬はね、夜はねめちゃめちゃ寒くて、しかも泊まってたらあのあられが降ってきたり、一番怖かったのがテントの横をねイノシシがブワーって走っていく音が聞こえるんですよ夜。あれは怖かった。サバイバルや言うてやってたの。なのでそういうだからそのね経験値って高いんで、まああとは普段キャンプしてるんでね、去年は1回しかしてないけど、だからまあそんなにあの何怖いなとは思ってないです、はい、で今日はねあのストーブ持ってきたんで、ちゃんとストーブも使って暖を取りながら楽しみたいなと思ってます。ただねもうちょっともう一つ心配事は、ちょっとツイッターで見たらもう結構ねやっぱあのキャンプブームやね、年越しキャンプしている方がもうおられてね、ちょっとサイトが僕出発遅れたんでサイトが取れるかどうかっていう心配はあります。まあ、とりあえず行きます。はい、雪今降ってんねんけど、まああの午前中昼間ぐらいで夜は大丈夫みたいなんであんま気にしてないです。まあそう出発前にあの、小粒ちゃんね12万人おめでとうございます。登録者12万人だぜ、すごいよね。ちょうど出発前に何ツイッターが上がって、ちょうど僕キャンプの準備してたらカレンダーもね、小粒ちゃんのカレンダーも届いて、いやめでたいですね。行くぜ、レッツゴー。第1回京都 FJ クルーザーオーナーズクラブキャンプ、オーナーズクラブキャンプ勝手にやります勝手にやるぜ。こういう妄想がね楽しいんですよ。もう着くねんけどおかしいな、めっちゃ人来てるし、あ結構あれやねんね、年越しキャンプする人多いんやね、ちょっとびっくり。人が多くて奥の方やったら空いてるかな。合ってるよね。狭っ、こんな狭かったっけ。こんにちは、泊まりです。
一泊、はい、はい、わかりました、ありがとうございます。来たぜ。来たぜ。来たぜ。結構来てるよ。どこ行こう。みんなAテント持ってるよな。ここら辺良さそう。寒いかな。オッケー、到着。やります。準備します。雪降ってんな。寒くなってきたんで、とりあえず焚き火を開始です。今から火起こしとかなんね。今日の宿はこんな感じです。はい、これで新年をこの部屋で過ごしたいと思います。感じです。これでね、これだけで絶対美味しいの分かってるし、絶対美味しい。いただきます。昨日のすき焼きの残りの肉。